六原は、京都の鴨川東岸の五条王子から七条王子一帯の地名。現在の京都市東山区の一部、六原とも記される。天略五年空也がこの地に最高寺を創建し、後に中心がこの寺を六原三寺と改名したことから、六原と呼ばれるようになったという。この地は、落中から京都の住民の装置であった鳥辺野に入る。 西の入り口にあたることから、この他にも、六道鎮光寺など、たくさんの寺院が建てられ、信仰の地として栄えた。陰性期には、平正盛が一族のために供養堂を建立し、その子忠盛が六原館を置き、ここを武家の拠点とする。正盛府市の伊勢平士は、伊勢国を本拠としており、京都から伊勢や東国方面への街道が近くにある六原が、 拠点として選ばれた。また、小白川法王が、六原の南に、宝珠寺殿を造営したことも、隠語者の敬語という武士の職務との関係において、重要な点である。平野清盛の時代に、兵士政権の中心となるが、後に清盛は落中に、西八条邸を造営して、政治の拠点を移した。しかし、兵士一門の軍事力の拠点は引き続き六原間に、 残った。また、清盛が台頭する家庭の二条天皇の頃には、おし工事東堂殿がある、左京三条三坊周辺にも、平常盛や頼盛平宗盛の性質、清子や平の重盛の目掛け、翔太スク翔寺の邸宅が集まった区域があったことが、知られており、清盛が二条天皇と密接であった時期にはここも、拠点の一つであったと考えられている。2年。 平氏の都落ちの際、六原間は消失した。平氏の都落ち後、六原の地は、源の頼朝に与えられ、京都守護となった、北条時政が、京都守護の長者を置き、頼朝や御家人の宿舎が築かれた。ただし、頼朝は六条堀川に、川内源氏代々の館を持ち、次世以後の京都守護は、公家出身者や京都在住が長い武士が多かったために、 事故の屋敷を庁舎としており、もっぱら、北条市のように京都に拠点のない東国武士が拠点にする場合が多かったとされている。上級三年、上級の乱後の朝廷へ対しての処理として、六原短大が置かれる。また、周辺には短大に仕えた武士たちの邸宅も設置された。なお、六原短大周辺には、将軍上落の際の御所が設置されており、現行の変の際に、 花園上皇や和人信王ら寺明院等の皇族が六原丹大北方の内部にあった将軍大罪用の日和田屋に仮の御所を置いている。現行三年六原丹大は足利高氏によって攻められ滅亡する。室町幕府は落中に根拠を置いたために武士の居住は減少し、再び寺院などが建てられて信仰の町としての趣きを取り戻し、三景客を相手とした。 芸能、茶売りなどの文化で賑わう。明治2年、六原の地名にちなんだ六現象学校が建てられた。野口実京都七条町から列島所地域へ、初集野口、東国武士と京都2015年、P90 から91、米沢隼人、平家の殿の書と、押し工事東道院連、元木屋周編日本中世の政治と、 制度 ISBN978 から4から 642029667P21 から29ありがとうございます。